皆さん改めましてこんにちは。令和3年度新年度最初の定例記者会見ですけれども、私にとりましては、長い政治生活の中で、最後の記者会見になりますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、今司会の方から申し上げましたように今回4点になっておりますが、まあ、最後の4点目は、まあ、私の思いを聞いていただいて4点目とさせていただきます。ミニ統一選ということで、18日の投開票で、まあ、この近隣の市がですね、投票結果がまあ出たわけですけど、投票率が激戦の市であっても本当にほぼ横ばい微増で終わったということをですね、私たち政治に関わる者はどのように分析するかをしっかりと検証しなければいけないなと思いました。7回選挙をやりましたけれども、まあ、今回は自分自身が当事者ではありませんでしたからある意味冷静で見れたんですけれども、何人かの皆さんからまあ、10% 近く投票率が岩田下がったんだけれども、どう思いますかという質問を受けましたが、私はもっと下がるんではないかなという印象を受けておりました。まあ、コロナ禍ですので当事者の皆さんも大変な思いをしながら1週間戦われたと思いますけれども、ぜひですね、初心を忘れずに生意気なようですが、市民からの負託を真摯な姿勢でこれからの市政発展のために頑張っていただきたいと思って投開票を結果が出るまで見定めてさせていただきました。それでは早速1点目から入らせていただきますが、資料1の中でワクチン接種の開始につきまして明確になった部分がございますので、そのご報告をまずさせていただきたいと思います。ここに書いてありますように、まあ、1万5000余り、4000余り、1万4600何がしのワクチンが明確に入ってくるということが知らせがございました。よって、これを今までですね、例えばもうマスコミの皆さんご存知の通り、早い順みたいな形で大混乱を起こした県外の自治体もあるし県内のところもございますが、担当する職員については実は正直焦りもありまして、早くお知らせをしたい、しかしながらやってみたけれども混乱をさすために、早くお知らせをするっていうことでは不本意、それはこれを悩みながらやっていたことを目の当たりにしておりまして、なんとかですね落ち着きなさい落ち着きなさいということで、指示はしてきましたけれども、まあ、今回ここに書いてございますようにもともと高齢者施設等々の関係者を優先でやりますということはもうすでに公表してございましたので、それを差し引きますと約9500回分の接種量がワクチンとして確保されました。で、85歳以上に絞りましたのは対象者が9300人ということで、9300人を1回ずつ打てばほぼ 100% 希望者には添えるんですが、実は2回目のワクチンの入荷がまだ分かりません。そうすると私たちが判断いたしましたのは4500人分2回、それをまず確保し、で国の言う通り入ってくるとすればその後にですね、今月の末あたりもしくは5月に入ってから、次の入荷がはっきりするということは伝わっておりますので、それを信じればそんなに期待なく、残りの4500人弱の皆さんに希望に沿える、まあ、こういう計画を立てました。まあ、いずれにいたしましても、現状ですね、河野大臣も含めて、国から表明される部分と実態とのこの乖離で全国の市町村というのが大あらわだと私は思っておりますけれども、でもどこの部署に携わっている皆さんでも全力で一生懸命やっておられる現状を考えますと、市町村の職員は基礎自治体の職員は大変かもしれませんが、いよいよ
こういうスタートを切りますので、そつなく、スタートをして、地域住民市民にですね、信頼をこのことによってまたさらに増すような形で接種を開始していきたいと思っております。これが1点目です。2点目はですね、タイトルからして、令和3年4月の待機児童数ゼロ、昨年は4月1日付でいきますと、1人出してしまいました。なんとかゼロにこだわっているわけではありませんが、待機児童1人とはいえあるのと、国の基準に沿ってではありますけれども、4月1日付、ゼロになったということについては、私も含めて担当の職員からすると、頑張ったなってい う, こう自分を褒めてやりたいような雰囲気になる結果の数字です。ですので、年度内中にですね、希望すればどこでもスッと入れるっていう状況下は日本全国でもまあまあ、一部ありますけれども、なかなかそういう中に行かない中で、私たちとしますと国の基準、要するにここの園でなければいけないっていうものは外すということになっておりますので、それやこれやを加味した中で4月1日付の状況基準からしますとゼロを達成したということを表明をお知らせをして2点目とさせていただきます。このことについては、都度マスコミの皆さんだけではなくて、子どもさんを預けたいという保護者の皆さんからしますと、いつでもどんな時でもパッと申請すればパッと入れるっていうのが理想かもしれませんが、なかなかそういう実態ではない。でもそういうことができる限り、行われるように基礎自治体は頑張らなければいけないなと思っております。3点目はですね、ジュビロの磐田のホームゲームの一斉観戦、これは私自身が12年前に市長選に出るときに何としてもなったとしたときに、この事業はやりたいと思っていた事業の一つです。なかなかやってるのを見ますとですね、簡単にできたように見えるかもしれませんが、当初のことを思い出しますとね、学校現場からはもし雨が降ってきたらどうするんだ、もし病気になった児童が出たらどうするんだ、とうとうですね、私の耳には、やりたくない言葉が羅列されているような感を受けたスタートでございました。それでも無理してやる事業ではありませんから、1年遅らせました。そうしましたらまた同じような1年経っても、議論が学校現場で行われているということを聞きましたので、私はこのように、教育長に申し上げました。そんなに児童が心配だったら、その理由をしっかり校長教頭が保護者に述べて、児童に述べて、だから我が校は行かないんだということを明確にして説明をしなさい。であるならば、手を挙げてぜひやりたい、参加したいという学校は連れてきますということを言ったら、次の日に全部が行きますという結論になった。舞台裏の話をいたしますと、それでスタートした事業でございます。ただ、昨年度は、コロナの関係で、一斉観戦ができませんでしたので、で今回もう昨日も小野社長にお会いしてきたんですけども、何が何でもこの新6年生にこの体験をさせてあげたいっていう気持ちが募りまして、毎年は5、6年生、全員対象だったんですが、今回は、この6年生新6年生が体験できないと2年間で一度もできない年齢層、要するにできてしまいますので、6年1学年だけになりますけれども、ジュビロの決断とご配慮によりましてですね、この5月の15日群馬戦ですけれども、子どもたちを招いて一斉観戦することに、よほどのことがない限り実行したいと思います。昨日小野社長も言われてましたけど、勝率につきましては非常にやっぱり子どもたち の声援が選手に届いてですね、非常に勝率がいいので、今3連勝して中身についたら、万々歳の3連勝ではないけれども、
とにかく弾みをつけるためには何が何でも子どもたちの前で勝利をということをおっしゃっておりました。3点目につきましては再開を6年生1学年だけですけどもするということになりましたので、また取材の方よろしくお願いしたいと思います。次に資料はございませんが、今日が最後の定例ですので、本当に記者の皆さんにはいろいろお世話になりました。自分で心がけてきましたのは、なんて言うんでしょうかね、市長になったからなってからということではないんですが、自分自身が、小学校の6年生の時に、先生から教わった今の気持ちを正直に述べる、それが、僕は旧姓竹林と言ったんですが、それがいい話ができる元だと思うよ先生はって言ってくれたことがスッと入りまして、市長とすると物足りないなっていう方もいらっしゃるでしょうけれども、できる限り本音で誠実に皆さんにお話をするよう、これはマスコミの皆さんの前だけではなくて対職員についても対市民についても同じ姿勢でやってこれたと思っております。ただ振り返りますとですね、マスコミの皆さんがどう思われているかはまあ別にいたしまして、最初の1期4年間っていうのはリーマンショックの翌年ですので、もう財政的だけではなくて本当にこう、市の基礎的な部分で、合併してまだ4年しか経ってないということもありましたけれども、私の目にはガタガタな状況に移りました。でこの点がなければ私は手を挙げて立候補しなかったということはもう間違いない自分の思いですけれども、自分の力量がどの程度あるか分かりませんが、とにかく立て直さなければという気持ちで、やっておりましたけれども、2年経たないうちに10年前に 3.11 が起こりまして、合併した磐田市、我が市は、沿岸部11キロを抱える新しい市になりましたものですから、光景を目にした地域住民の皆さんはですね、今でも防潮堤のかさ上げやってる最中ですけれども、全国の中ではこの地域しかレベル2に対応する工事はまだスタートしてないわけですけど、それでもそこに住んでる皆さんは一日でも早くという思い、全国の比較対象がなかなかできにくいの部分がありますので、そんな思いを背負いながらやってきたことを昨日のようによく覚えております。全体的には市政発展のためにどんなに苦しい時でも種をまく、農家の皆さんでは当たり前ですけど、いきなり土に種をまいたからいい作物ができるわけではありません。やっぱり土を耕し、いい作物ができる土壌を作ってのどんな時でも種を植え続けて、そして芽を出し育てる、このことについては、時代は違っても昔から共通しているのではないかなと思っておりますが、この中身につきましては、私は議員時代から見ておりますけれども、よく職員頑張ってきたなと思っております。今の時代は、言葉を選ばなくて分かりやすくお伝えするとすれば、縦のものを横にしても右のものを左に動かしても賛否両論があります。で、私たちは選挙で選ばれる一人とするとできたら評判よく、本当に選挙結果を楽に待ちたい、そんな選挙を思い浮かべる佐賀がございますが、そんなことをやっていると都合の悪いことは先送りしがちになりますから、真正面から取り組んでいけたことについては自分の中では幸せだったなと思っております。そういう中にありましてですね、いろんなことを考えながらやってきましたけども、課題はまだまだございますけれども、僕が市長として議員時代から言ってたのは人材の育成です。これは教育というのは学校教育に特化されているものではなくて、どの組織でも企業でも、企業は人なりという言葉がありますけれども、このことについては私は普遍的なものだと思っています。で、職員については厳しい市長だったかもしれませんけども、よく頑張って、そしてスキルを上げて、育ってきたなという感覚を持っております。当然ですね、皆さんとすれ違った時でも、
気持ちよく感じよく本当に素晴らしい挨拶ができる 100% というまだそこまでは言ってませんが、でも挨拶一つ取れば自分の気持ちで挨拶は何とでもできます。難しい仕事ではありません。そういうことを実は若い頃に先輩から教わったことを今忠実にやってるだけなんですけども、なかなか人の気持ちというのは簡単に一言言ったからピッとなるもんではありませんので、そんなことをこうやりながら、やってきた、まあ、自分の中では精一杯やってきたなと思っております。まあ、最後にいたしますけれども、実はまあこういうことを記者の皆さんに言っていいかどうか分かりませんが、あの議員時代14年やってましてですね、まあ、僕仲間がいっぱいいたので議員になってからも孤独感を感じたことはありませんでしたけども、常に、こう意思疎通を図るために議員間で飲んだり、市政こうあるべきっていうふうに論じたり、職員とはなんでこういうふうなことをしているのかっていうことを論じたり、そういうことをやってきて仲間がいっぱいいましたけれども、1分の1になった12年前から実は我が家での懇親会、要するに友人を呼んでっていうことも一切やめましたし、私的な仲間とですね、本当は好きなんですけども、そういうこともほとんどやらなくなりました。で、気がついてみたら四面楚歌みたいになっておりまして、で課題を解決しなければいけない、うるさいことも言わなければいけない、立て直しもしなければいけないって言った時に、3ヶ月過ぎたあたりで、実はものすごく孤独感に苛まれました。で、その時に自分でどう思ったかというと、もう職員は家族であるというふうに思い込もうと思いました。ですので秘書は当然ですけれども、もうわがままでも率直にこうしたいんだ、ああしたいんだ、こうしてくれよっていうようなことを、言ってきて、そういう意味でもちょっと変わった市長だったかもしれませんが、それから随分孤独感がなくなってきて充実した12年間だったと思います。リーマンショックがなければ私は立候補しなかった。で、3.11 があってみんなで大笑わした。で、その後がんになって膀胱を取った。退院してきた次の日だったでしょうか、ここにいる副市長から不祥事の職員が事情聴取されているということを聞きました。で、全国に、マスコミを通じて、皆さんに懺悔懺悔で、昨日のようによく覚えておりますけれども、そして、コロナがありみたいな形で休む暇もございませんでしたけど、これは、私だけではなくて、昨日も県の市長会があったんですが、同じ釜の飯をこの時間共有して取れた皆さんは同じような思いを大なり小なり持っているんではないかなと思っております。少し最後になりましたので長くなりましたけども、そのことをですね、マスコミの皆さんにもお礼を申し上げながら締めくくりたいと思います。以上です。